皆さんこんにちは。グッドバイブサポーターの吉軽です。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆さんご視聴、コメント、チャンネル登録本当にありがとうございます。いつも嬉しいです。今日のですね、動画の内容どうしようかなと思ったんですけれども、最近ね、ネットでフォーブスっていうところで、記事を読んだので、その記事を読んで、私が思う、ところをお伝えしようかなと思ったんですけれども、それがどういう記事かというと、幸福学についての記事だったんですね。教授のですね、ローリー・サントス教授っていう方がいまして、その方が大学の教授なんですけれども、オンラインでね、学生向けに無料で幸福学という、講座を、開いたところ、なんと登録者がですね200万人を超えたということで、それだけね、学生さんもすごく先生が感じるところによると、すごく悩んだりとか、精神的なね、幸福を求めている人がすごく増えているし、そういう人が多いと感じている。そういうニーズがあると思ったので、この幸福学っていうオンライン講座を開設してみたらば、こんだけ学生が登録して履修しているっていうことで、その記事を読んだんですけれども、で、その教授が言っているですね、いろんな研究とかをした結果の、幸せな人が、どういう人かっていう統計を教授がですね言っていて、3点あるんですけれども、そのうちの一つは社交的な人、幸せな人ほど社交的な傾向があると。すごくね、社交性のある人は、人とそういうコミュニケーションとかをとって、そして幸せを感じているということなんで、今ですとね、在宅令が出てますので、なかなか友達に会いに行けないんですけれども、でもズームなんかを使ってね、間接的にコミュニケーションをとっても十分それは効果があるという研究結果らしいです。そして2番目がですね、利他主義、利益の利、他人の他の主義ですね、自己利己主義の逆ですね。自分の利益だけを考えてるんじゃなくて、人の利益を考える人、その人のことを考えている人は幸せになっているという、結果も出てるそうです。多くのね、お金持ちの人とかも寄付をすると思うんですけれども、人に与える、人に共有するっていうことで、人の助けになってるっていうことで、自分がね、幸せだなって感じるという結果が出てるそうです。そして3つ目なんですけど、今を生きている人が幸せな人が多いっていう結果らしいです。なんていうかな、先のことを考えないで今の自分に意識をフォーカスするっていうことらしいですね。これは、このローリー・サントス教授 の、研究結果と、今まで見てきた経験上で の幸せな人はどういう人が多いかっていう、統計上の話なんですけれども、でね、これ私読んで、もちろんすごく納得しますし、これは私が目指しているところね、社交的でいて、友達といっぱい遊んで、いろいろコミュニケーションとって、いろんな情報ももらって、お互い助け合って、そして自分の利益というよりは人のためになるようなことをなるべくするようにして、そして先のことをね、あどこうだ不安にならないで、今をフォーカスして生きると。で、こういうことをしている人は、もちろん幸せになれるし、幸せを感じてると思うんですけれども、ただね、一つ思ったのは、例えばね、社交的でいるとか言っても、人間ね、10人いたら10人十色なんで、社交的になれない人とかもいると思うんですよね。そうするとね、この時代ね、ほら、個々の自分軸が大切だって言われてる時代じゃないですか。だからね、私としてはね、
社交的じゃない人は無理して社交的になる必要もないんじゃないかなと思ってるんですね。まあこの教授のは、まあ大勢の中の統計的なね、観点から、まあ導き出してるわけですから、そうすると、まあこういう傾向の人がこういうふうに幸せになるのが多いっていう、まあね、数での傾向なんですけれども、そこから一歩私はね、こう今風に自分なりにアレンジしてみると、やっぱりじゃあ社交的じゃない人は無理してねやんなくてもいいんじゃないのと思うし、まあね、ズームとか使うの苦手な人は無理してねやる必要もないんじゃないのと思うし、ということはですね、もうこれからは自分なりの自分軸で幸せに感じることを探せばいいわけですから、自分がねどういう時に幸せって感じるのかっていうことですね。で、私はグッドバイブサポーターなので、やっぱりね、どんな人でもね、社交的な人も社交的じゃない人も、とにかくね、自分の中からいいグッドバイブを出しているっていうことが大切なんじゃないかなと思うんですよ。無理してね、社交的じゃない人が社交的になろうなろうとか、そういうふうにしなくても、社交的じゃないけど自分からね、自分が心地いいなって感じているいい波動を出していれば、それはそれでね、自分も幸せに感じるし、そのね、グッドバイブを感じた人がまたね、この人いい感じだな、別にね、なんかこうペラペラ喋ったりとか、なんかすごい社交的じゃないけど、でもなんかいい感じの人だなって感じるっていうこともあると思いますしね。自分からグッドバイブを出す、自分のグッドバイブを感じるものを探す、そして自分のグッドバイブを下げないっていうことが大切だなと本当に思うわけです。で、このまあね、在宅とかね、在宅勤務して、もう家族がね、子供は学校にも行けないしね、そしてずっと一日中ね、例えば旦那さんも家で仕事しててね、ストレス溜まるとか、まあこういう状況だから当然溜まりますよね。もう絶対にストレスフルな状況であることは確実だと思います。なのでみんながね、みんなが本当にストレスを感じてるわけですよ。もうご自身一人だけのね、状況じゃなくて、世界中の人がもうストレスを感じてるわけですよ、この状況でね。どこにも行けないしね。そうなった時にね、ぜひそれでね、うーとかこうなんないで、そうそう、うーってなっちゃうと、波動下がっちゃうので、このね、波動を下げない、イコール、まあ、グッドバイブを保つっていうことですね。それは何かというと、やっぱり、私はリラックス法ね、自分なりのリラックス法を探すってことじゃないかなと思うんです。なのでね、今日前置きが長くなったんですけれども、今日は皆さんに、自分なりのリラックス方法を、探してみてくださいっていうご提案です。まず私のね、リラックス方法をお伝えしますので、まあ、それをヒントにね、もちろん同じことをするっていうことじゃないんですよ。自分なりに何をしたらね、リラックスできるのかっていうのを考えてみるっていうのをしていただきたいなという、ご提案をしたいと思います。でね、これね、なんで今この自分なりのリラックス方法を考えるかっていうことなんですけど、イライラしたりとか不安になっちゃってる時とかにね、リラックス方法を考えようと思っても、いいリラックス方法出てこないんですよ。なのでね、こう今ね、普通なこう気分の時に自分のね、リラックス方法っていうのを確立しとくんですね。これをやれば私は必ずいい気分になれるみたいなね。そうすると、何か例えばわかんないけど、なんかこう上司に怒られたとかわかんないですけどね、あとまあだから仕事が解雇になったとかね、まあ、ちょっと嫌なこと起きたりとかする時がありますよね。でちょっと気分がへこんだ時にね、そうだと思って、リラックス方法やってみようと思ってリラックスするわけですね。そうすると、自分のちょっと下がりそうだったグッドバイブがね、またこうやってね、持ち上がっていい状態でキープすることができるので、まあ、グッドバイブをキープできるイコール幸せになれるっていうことですね。なので、今からですね、私がやっているリラックス方法をご紹介したいと思いますので、ヒントにされていただければ幸いです。
まあ、私のリラックス方法の一つはですね、私はお風呂が本当に大好きなんですね。なのでお風呂に入るってことなんですけれども、これね、普通にお風呂に入ったらね、まあリラックスはしますけど、もっとねリラックス方法を倍増する方法があるんですけど、まあそれはですね、まあまあやられてる方いるかもしれないんですけれども、まずね、いい香りのねディフューザーを炊くんですね。エッセンシャルオイルでディフューザーを炊くんですね。で、それでバスルームをいい香りにしといて、そしてキャンドルを炊くんですね。またいい香りのバスボムとかね、入浴剤とか入れて、で、いい気持ちになるように、しますね。そしてですね、iPad 持ってって、で、リラックスミュージックをかけるんです。まあ私が好きなのはリラックスミュージックの中にちょっとね波の音とか水の音が入ってる、川の音とかね、そういう水がチャバチャバチャバとか言ってる、そういう音が入ってると、ちょうどお風呂入ってる時にね、なんかすごくね、そこの川とか海とかに入ってる気分になるので、そういう音楽をかけるんですね。そして電気を消して真っ暗にしてキャンドルの光だけで入るっていうのがですね、私のもうリラックス方法の一つです。まだやられてない方がいらっしゃったら、ぜひ騙されたと思って一回キャンドルで入るっていうのをやってみてください。ただね、くれぐれも火の取り扱いにはご注意くださいね。いい気分になってたらね、シャワーカーテンに火がついちゃったとかじゃ困るのでね、十分お気をつけになっていただければと思います。まあもう一つのね、私のリラックス方法はね、まあこれ誰にでもなんですけど、まあビーチに行くっていうことね。まあやっぱりね、水の音、ジャザーザーザーとか波の音を聞いて、そしてビーチの中でね、ぼーっとこう座ってたらね、リラックスしないわけないですよ。ただね、このね、まあ私はビーチ近くなったから、まあ今行けるんですけどね、やっぱり日本に住んでた時はね、じゃあなんかリラックスしたいからビーチ行こうと思ってもなかなか行けなかったですよね。で、まあね、行けない方はね、まあそういうね、疑似体験でも全然やっぱり脳が錯覚しますからね。なので私もたまにビーチ映像とかお伝えしてますけれども、そういうのを見るっていうことでもね、なんとなくビーチ行って気になりますので、まあビーチだけじゃなくてもいいんですけどね、まあ良い景色を見るっていうことですね。で幸いにもね、YouTube に本当にたくさんの映像がありますのでね、まあ本当にハイキング映像だけをね載せてる人とかもいますし、まあそういう映像をちょっと探してみてね、で気に入ったら、まあ、それでサブスクライブして、ちょっと気分が落ち込んだ時とかにそういう映像を見るとかねして、気分をねすぐへこんでる方からいい方向に切り替える、もうこのへこんだ状況を長続きさせないってことですね。もうカチャッと切り替えて、そしてまあもうハッピーっていうハッピー波動をね出す方向に、切り替えを早くする、一つの方法として、いい景色の、まあいい景色を見る、もしくはいい景色の動画を見るとかね、それがまあ私のリラックス方法の一つでもあります。私のリラックス方法のもう一つはですね、一日中何かを思いっきりするっていうことなんですよね。例えばですね、もうね、私は海外ドラマを見るのが大好きなので、もう朝から晩まで一日中海外ドラマを見まくるっていうね、これがまあ一つのね、リラックス方法の一つでもあります。まあもしね、そういうドラマとか見るのが好きな人がいらっしゃったら、もう一日中ね何もしないで一日中それをやるっていうのもいいかもしれません。まあね、お子さんとかいたりとかね、あとまあ主婦の方でね、旦那さんにご飯作んなきゃとかそういうことがあると、なかなかね一日中ねそれだけに没頭するとか無理だと思うんですけど、でも例えばね、もう今日は本当に何もやりませんとか言って、もうねご飯はねテイクアウトでね、オーダーして、それでもう食べてくださいって言って、たまにね、そういう時もいいんじゃない？ぐったらしてもいいんじゃない？もうそういうことをして、とにかく自分のね、リラックスを最優先する日が年に1日とかあったっていいじゃないって感じですよね。なので、ぜひお試しください。もう一つの私のリラックス方法はですね、まあちょっと、
前のものと被っちゃうかもしれないんですけど、もう一日中ぐーたらするっていうことなんですよね。まあお前ずっとぐーたらだろうって言われたらすいませんって感じなんですけど、まああのね、忙しい方もね、一日ぐらいねぐーたらしちゃってもいいんじゃない？もう本当に主婦放棄もうあのして全部ねもうやりませんって言って、朝からねずっともうパジャマで、一日中パジャマでね、もうベッドの上でいろいろやっちゃうっていうかね、もうベッドの上でご飯食べちゃうとかね、もうね一日ぐーたらしていいじゃんそんなねもうきちんとやんなくてもいいんですよ、もうなので一日中本当にぐーたらってするっていうねことです。でもしね、あの例えばこれをねご覧になってる男性の方でね、奥さんがね今日一日ちょっとぐーたらしたいんだって言ったらね、ぜひあの認めてあげてくださいその代わり俺は明日一日ぐーたらするよとかねでそういうことを旦那さんが言ったらね、これを見ているねあの奥さんはね、ぜひそれを認めてあげてください。あのじゃあね、今日一日あなたぐーたらして好きなことやって、もう好きなどこ行ってもいいよとか、もう何やってもいいよ、その代わり私明日ぐーたらするからよろしくみたいなね。もうそうやって、あのあれじゃない、夫婦で協力してあのやってもいいんじゃないかな。それでもしすごくねリフレッシュできるんであれば、あのいいリラックス方法だと思いますしね。でぜひねここで注意していただきたいのは、もうそれぐーたらするぞと思ったら本当にぐーたらすることね、やっぱりそこで、あーなんか私だけぐーたらしちゃって申し訳ないなとか、こう罪悪感とか考えちゃうとね、全然ぐーたらできなくなっちゃうのでね、ぐーたらするときはぐーたらするそうです、それに集中する、その風にすることによって、あのせっかくぐーたらした一日がね無駄にならないようにね、ぐーたらして罪悪感感じちゃったら無駄になっちゃうので、なのでぐーたらするときは思いっきりぐーたらするっていう、このね一日思いっきりぐーたらするっていうのが、まあ、私の一つの、リラックス方法です。あとね、私のリラックス方法の一つの中には、運動するっていうのがあります。まあね、あのね運動したらね、なんかこう例えば頭の中でぐちゃぐちゃと考えてたりとか、うじうじしてたりとかしてたことが、意外とね体を動かして無心にもそれに集中するとですね、ポーンってあの頭の中でぐちゃぐちゃしてたことがポーンとなくなることがあります。まあ、これ本当にねそうなので、あの一度試してみていただきたいんですけれども、本当集中できることがいいですね。なんかこう運動しながらね、あれもこれもあれもこれもとか考えちゃうような運動だとねちょっとねダメなので、もうなんかそれに集中すること、それがまあ私にとってはズンバなんですけど、っていうのはズンバだとねインストラクターの人の振りにね一生懸命こうついていかなきゃいけないわけじゃないですか。だからそっちに気がいってるんでね、あの頭の中でいろいろ悩んでたこととかとりあえず置いといてみたいになるんですよね。そうすると自分の抱えていた問題からちょっとね離れる、引きにで見られるようになるので、そうすると落ち着いて考えてみるとね、あなんかあの問題もこうかなとか、まあそのあんまりそれを重要視しなくなったりもしますし、もしくはね違うアングルからねその問題を見ることとかもできるようなね、こう余裕ができてくるっていうのかな。なのでぐちゃ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 頭で考えるようになっちゃったらですね、まあ一回ちょっとあのジョギングしてこようとか言って、こうやってねもう何も考えずにジョギングとかして一周とか、ね、家の周りを一周してくるとかね、まあそういう風にすると案外カチャッとねあのスイッチが切り替わりますので、利用してみてください。まあ要するにですね、自分が気分がダウンしちゃった時とかに、なるべくそのダウンの時期を短くしてですね、ですぐにいい方向にカチャッと切り替えられる、このモードをね、あの変えられる方法を自分なりに見つけておくと、まあこのダウンタイムが少ないので、常にねグッドバイブを保って、そして幸せな気分を出せると思いますので、ぜひお試しください。ということで今日はあの幸福学という記事を読んだところから、私のリラックス方法を皆さんにご紹介したんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、ぜひねあの同じことをするというのではなくて、そういうのをヒントに、ご自分のねご自身の心地いいと感じるリラックス方法を探してみてください。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。コメントも嬉しいです。
ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。